フマアイアエ、33プルキーイ。フマアイアエ、33プルキーイ。フマイアイ33プルッキーイ。先住民族のマプチェゴで、プルッキーは、ヤノイは、1940年代の終わりに、ペロン政権下のアルゼンチンで、クルトタンクが設計し、航空交渉、フマ、で製作されたジェット戦闘機である。航空工渉は、完成しなかった第二次世界大戦時の t a フッケバインの設計要素の多くを具現化したアイアエ33プルキー E をアルゼンチン空軍に収益しているグロスターミーティア海4の後継機とすることを目論んでいた。プルキー E の開発は問題が多く長期化し4機の試作機のうち2機が致命的な墜落事故を起こして失われた。試作機の中の1機は自由革命。 の期間の戦闘で行われたテストで成功を収めたにもかかわらず、開発プロジェクトが直面した政治的、経済的、技術的な困難によりあやえ、33は能力を最大限に発揮する段階までは到達できず、最終的にアルゼンチン政府は自国産の戦闘機を量産段階まで開発を次することよりも、米国から マイナスセーバーバ機を購入することに決めた。1940年代末にアルゼンチンはナチス体制崩壊後にヨーロッパから脱出し南アメリカに安住の地を求める著名なドイツ人の航空科学者、技術者を雇い入れる幸運をつかんだ。最初の避難者グループの中に母国で敵対協力者と避難されていたフランス人設計者のも含まれていた。 ドボアチンは、アルゼンチン人技術者のファン・イグナシオ・サン・マルティン、ハワニ・ヒネシュサン・マートン、エンリケ・カーディル・ホッツと、ノーベト・エル・モーキオラと共に実験的戦闘機の愛、二27プルキーアイの開発に携わった。プルキーアイは、ラテンアメリカで設計、製造された、最初のジェット機であった。1947年に、テスト飛行の結果、 機体外れの性能であることが分かり合い合え27の開発計画はキャンセルされた。モーキオが率いる航空技術研究所は国産のジェット戦闘機の生産を成功に導くための努力を続け、最初は初期の機体の改良を試みた。プルキー・アイにはそれ以上発展の余地がないことが分かると航空技術研究所はより強力な 20.31KN。 ロールスロイス22ターボジェットエンジンを搭載した新しい機体の開発をめた。1948年初めに、アイアエ27エープルキー,イーと呼ばれる縮尺模型を完成させた。この設計は、先細りの形状で33度の高体角を持ち、16000級の総流翼型を使用していた。同じ年の後に主翼を権翼配置に、尾翼を t1 尾翼に変更した改良型が製作された。ドボアチンと同じように、フォッケウルフ社の元技術部長のドイツ人設計家、クルトタンクが1947年にアルゼンチンのジェット戦闘機開発のために雇用された。タンクは62名のフォッケウルフ社時代の部下と共に、航空事業での新たな活動のために、ラテンアメリカに移住したタンクは、ペドロ・マティエス。 ペドロ・マシースという偽名のパスポートで、必須と入国したが、温かい歓迎を受け身分の詐称を続ける必要は、なかった。以前の部下たちと共に、タンクは、航空技術研究所が、コルドバのアルゼンチン軍の航空交渉へ発展する一助となった。タンク自身は、FW190 戦闘機を設計した技術者兼、テストパイロットであったが、タンクの設計チームは1945年、 緊急戦闘機協作で選定された未完の計画機であった、フォッケウルフ TA183 の設計にも携わっていた。フォッケウルフ社の航空技術者、設計が、ハンスムルトップが設計した小型の抗体翼ジェット機の TA183 は、戦争終結までに、風洞実験段階までにしか至らなかった新しい、国産戦闘機開発計画のプロジェクト責任者に、 任命されるトタンクは TA183 の機体を基礎に2意にいいエンジンに合わせて改装し、結果として実質的に新しい設計が元となった TA183 に似ているのは外観だけとなった。2意は TA183 に搭載される予定であったハインケルヘス011よりも大きく重くより大出力であり、2意の直径は 軸流式圧縮機方式のヘスレ11よりも太い、ため際設計された胴体断面は大きくなっていた。i a 2 7 a とタンクの TA183 再設計案が類似していたために研究所長のユアン・イグナチョーサン・マルティンは、この並行する2つの案を i a 3 3プルキーとして統合した。タンクが設計した胴体には後に、 i a ア 27A の膠着装置が取り付けられ、高翼配置で、下向きの取り付け角で取り付けられた主翼は、TA183 のものよりも強い40度の対角を持ち、わずかに下半角が付けられていた。TA183 のエンジン配置と比較して任意は、コックピット直後の重心位置に近いところに置かれ、エンジン整備や修理を容易にするために、 胴体後部針外し式になっていた。尾翼は美しい50度の後体角を持つ TGB 翼で、余圧式コックピットは胴体背面と滑らかにつながった累積型キャノピーで覆われていた。コックピット周辺には装甲板が配され防弾ガラスを装備していた。燃料搭載量は当初は胴体内に1250リットルと主翼内に800リットルであった。 武装には、エンジン吸気口より、幾分後ろの胴体画面に近い側面に、角2門を前後にずらして配置した 20mm 機関砲が計画されていた。あ,あいあい33の設計の有用性を、実証するために2機のグライダーが別の移住者である、ライマール・ホルテンとの契約で製造され、1948年から1949年にかけて、 タンク自身の操縦によるものを含めて空力性のテスト飛行が行われた。これらのテストにより横方向の安定性に顕著な問題があることがわかり、2機の試作機の製造が始まる前にこの問題の解決のためにビ部に回収が施された。近代的な機械設備の不足により全ての金属部品加工の多くは手作業に頼っており、 試作機は手工業的な過程の末の産物であった。ペロン大統領の構想ではアルゼンチンに航空産業を立ち上げる恩恵は先進諸国の製造設備と敷見する製造基準を導入することになるというものであった。しかし、タンクはこの段階で製造設備や自具が適切なものではないことに気づき、基本的には手作業による加工に頼ることにした。最初の機体、 ナンバー01は静止テストに供され、後にテスト中に破壊された。1950年に製造された最初の飛行可能な AA-33 の試作機ナンバー02はエドムンド・バイス、エドムンド・ワイス・隊員の操縦で同年6月27日に初飛行を行った。2回目の飛行で元フォッケウルフ社のテストパイロットのオット・オベイレンス。 オットーベーレンスがで飛行している時に激しい横方向の安定性の問題に遭遇し、用心のために飛行場を液頭した。非常に高速の着陸によりかなりの力で跳ね上がったことにより、右側の主脚のストラットが破損した。機体の修理中に癖のある着陸特性を是正するために、前足ストラットの延長されたことにより、機体の地上姿勢が変更される一方で、 ショックアブソーバーがより大きな入力に対応できるように調節された。魚しやすいとは言えなかったが、この改良により、あいあえ33の離陸、着陸と低速での特性は改善された。より深刻な空力的な問題は、根深い翼端失速、主翼付け根より前に翼端が失速するとで予期せぬ回転運動が発生するで、主翼付け根付近の前縁に変更が加えられた。 一方で尽きることのない横方向の安定性の問題を解決するために方向打に改良が施された。これらに加えてキャノピーは2本の外枠により強化され、エンジン排気口の上部には小さな応援が取り付けられた。テストパイロットの素養を持つタンクは、機体の失速特性の解明のためにテストを引き継いだが、テストに必要な機体に回収を施して、 プルキー EN0 にとするには数ヶ月を要し、3回目のテスト飛行は10月23日まで実施できなかった。続いて行われた高高度飛行テストの最中に2度、連続してあいあえい、33は不意に失速状態に陥ったが、タンクは回復するのに十分な高度9000メートルを飛行していた。機種にバラストを追加することでこの問題は解決した。 1951年2月8日に、ブエノスアイレスのホルヘニューベリー空港でタンクは、ペロンの前で、アイアエ33の公開飛行を行った。監修には、政府高官、議会議員や各国大使館の武官で構成される、外交団大勢の観客と共に含まれていた。展示飛行ではアイアエ27プルキーアイとアイアエ33プルキーイが飛行した。テスト飛行が、 成功理に終了すると、アルゼンチン空軍はあいあえ33の全量産型12機を発注した。1951年に空軍はこの新型機の受け入れに一連のテスト飛行を行うための技術パイロットの部隊を設立し、1951年5月31日に行われた外中佐による最初の飛行で付近の速度で激しい振動が発生した。 タンクは問題の原因が究明されるまで唯一の試作機の飛行停止を宣言したがこの制限は見過ごされ試作機は飛行を続けた28回目の飛行の直前にテストプログラムに配属されていたビダニア・マンル隊員は午前中のテスト飛行では発生しなかったがそれまでの飛行振動の原因と考えられた機体への負荷をかけないように忠告された直前のテスト飛行では ビダニア隊員のチームリーダーは用心したが、ビダニア隊員は事前の注意事項を無視して、午後のルドバ近郊のテスト飛行でアエロバティック軌道を実施した。高い旋回に続いて主翼が胴体から脱落するが発生した。マーチン・ベイカー A 向け一射出座席を苦労して作動させ、ビダニア隊員は機体が背面状態の時に低空で言い出したが、パラシュートは 完全には展開せず、ビダニア大衣は死亡した。プルキーイの欠陥の原因は、主翼と胴体を締結している結合ピンの溶接に、関連した加工技術の不手際にあった。近代的な鍛造技術とプレス機器が欠如していた、アルゼンチンには溶接は必要不可欠の製造工程であった。試作3号機、ナンバー03の製作は、この試作2号機の損失の直後に始まった。 設計チームは、横方向の安定性の改善のための方向だの、大型化、排気口多いの拡大、特徴ある、機微側面から回転して突き出るエアーブレーキの追加、キャノピーのさらなる強化といったことを含む、最初の飛行可能な試作機で発見された、設計上の不具合に対処する、数々の変更からをつけ始めた。機体内部の燃料搭載量を増加したことにより、航続距離はへ伸びた。 新しいアイアエ33の試作機は、ホルヘドイル大尉の操縦で1952年9月23日に初飛行を行った。この機体は1952年10月11日に、ペロン大統領の前で展示飛行を行うために準備されていたが、飛行テストは再開された。この展示飛行で操縦することになっていたベーレンスは、プロキーの飛行範囲の限界領域での 飛行特性について制限を課されており、ベイレンスはその飛行特性をテストパイロットとして経験した中で最悪と評した。展示飛行の2日前に旅行演習を行っていたベイレンスは低空でプロキー E を失速、墜落させてしまい死亡した。これで試作機は失われた。1953年にタンクは4番目の試作機。 ナンバー04を製作し、左右の主翼2を、後部胴体に4畳のを追加して設計上のディープストールの問題を解決しようとした。その他の改良には、余圧式コックピット、燃料容量の増加と4問の信頼性の高い、イスパノ水剤 HS4420mm 機関砲を装着した最初の試作機となった。 コナンドイル中尉の操縦で1953年8月20日に初飛行した4番目の試作機はゴンザレス中尉とバラド中尉により1954年から並走のテストが始められた。レーダーを搭載したアイアエ33の全天候型が計画される一方でアルゼンチン空軍は改良型のアフターバーナー付けの任意エンジンを搭載して 最高速度マッハ0.98が期待される量産型のプルキー E を100機購入して迎撃任務に就かせるという予備的な計画を立案した。1951年のオランダや1953年のエジプトといった数カ国の購入希望者が一様にアイアエ33に興味を示したが量産化に向けての明確な意思表示の欠如により 輸出販売の見込みは妨げられ、結局は両国境に他の入手可能な戦闘機を購入した。あ,あいあえ、33プルキー E のプロジェクトはペロン体制の政策と資金に密接につながっていた。航空交渉は航空機開発プロジェクトを完遂することに責任を負っていたが、絶え間ない政治的な横やりが航空機開発プロジェクトに遅延と混乱をもたらしていた。 その上に、タンクのチームはあやえ33だけに専念しているわけではなく、後に、ディンフィアで量産された、多用途時、輸送、訓練と偵察任務のディンフィア IA35、枠形炉の設計も行っていた。最も壊滅的な政治的決断は、すべての製造計画を、あたかも一世にして、自社と農業機器の製造へと路線変更したことであり、実質的に、 航空機部門の閉鎖であった。自動車製造のようなディンフィア内の競合するプロジェクトにプルキーのプロジェクトから早々と資金、人員といった資源が流出していった。1953年の経済危機後のこの重大時期にアルゼンチンの財政は非常に疲弊し、このプロジェクトへの最も深刻な逆風は1955年1月にタンクの契約期間が呆れた時に訪れた。 タンクは契約更新に、それまでの2倍の報酬を要求したが、ペローン大統領は即座に契約を打ち切ったと言われた。4年間にわたる開発と評価にもかかわらずあやいえあい、33のプロジェクトは未だに海の苦しみのただ中にあり、ペロン体制時代のアイコン的地位に達していた、このプロジェクトを破棄するという最終決断は下されない。までもプロジェクトを取り巻き状況は、不明確であった。 1955年9月に唯一残されたプルキーの試作機はエドワルド・ロナルディ将軍に率いられたハンペロンのクーデタである自由革命において作戦行動に引っ張り出されたこの関与についての正確な詳細は不明だがロナルディが指揮する反乱軍が最初の拠点としてコレドバを占拠して空軍飛行学校に駐留していたミーティア海洋戦闘爆撃機とともに アイアエ33が武力衝突に参加した。ペロン体制支持者に対する飛行作戦行動後にアイアエ33はコルドバで模様された反乱軍の勝利を祝うパレードで反乱勢力の上空で G 飛行を行った。軍事政権が権力を奪取するとアイアエ33のプロジェクトは混乱に陥った。新政府は多くの空軍幹部を 放追し、同様に、タンクのチームの大多数も、アルゼンチンを離れざるを得ず、タンクと共に、インドに渡り、ヒンドス対航空機で働き、後に、HF-24 マリート戦闘機の開発に、携わった。1956年に、政治的な支援をなんとか取り付けた空軍は、いやえ、33の戦闘能力を示すために、 コルドバからブエノスアイレスまでの記録飛行を計画した。プルキー E は機内搭載燃料のみで 800km を飛行して、ブエノスアイレス地区にある空軍の演習場で、機銃操車を行い再びコルドバへ帰還することになっていた。この手の長距離飛行に必要な酸素供給装置だけは、修理中のミーティアから挑発されて取り付けられた。バラド注意は、 平均速度時速 900km でこの飛行を成功させた、機重装車のデモを含めが、キロでは酸素供給装置が故障した。意識もおろうとしたパイロットは、なんとか機体を高速でさせたが、荒い着陸の過大な荷重により降着装置は破壊され、プルキーは滑走路終端をオーバーランして、機体修理不可能なほど破損した。バラド中尉の記録飛行の成功後に、 アルゼンチン空軍は戦闘機の戦力として100機のプルキー E を購入する決定を見直した。航空交渉は手持ちの補修部品、主翼と胴体部品で比較的早期に10機を製作することはできそうであったが残りの製造には5年を要すると考えられた。この時点までで1940年代終わりに取得した100機のミーティアカインのが進み代替計画として 当初は36機能を購入することになっていた。1956年にが必要な外貨を拠出できずにこの案は却下された。カナディアンセーバーが実現不可能の選択となると、航空交渉は真剣にプルキー E を量産に入れることを考慮した。米国が実績のあるノースアメリカン海 -86 セーバー戦闘機100機の供給を申し出てれらはすぐに入手可能であったにも、 かかわらず、1957年に、新しい試作機が発注された。プルキー E へと命名された5期目のプルキー E の試作機、ナンバー05が1959年に製作され、試作4号機との識別点は、オリジナルの枠なしのキャノピーを装着していることであった。ラバート・ストック中尉の操縦で1959年9月18日に、初飛行を行った後、テスト飛行に入った。 古ルキ E の継続評価で設計チームは、生来の大業各自の不安定問題を解決し、翌内燃料タンクを設置して、搭載燃料の容量を増加させて、航続距離を延長した。しかし、この機体はすでに時代遅れと考えられていたことに、加え、ペロンとの関連性という政治的な汚名にまとわれていた。 その結果、アルゼンチン政府は開発の過強で、アイアエ33プロジェクトを破棄し、その代わりにで28機の回マイナス86回マイナス40を、破格のベース価格で米国から購入する決定を、下した。アオンソク研究用のプラットフォームという新しい役割を担い、わずか12回の飛行を行った後で、アイアエ33の最後の試作機は退役し倉庫に、 しまい込まれた。プルキー E プロジェクトの幕引きであった。残された工作用ジグト未完成の機体は、その後間もなく、あっさりと破壊された。量産段階までは到達しなかったが、あいあえ、33プルキー E は、ラテンアメリカで最初に開発、製作された、高代翼ジェット戦闘機、プルキー EI と共にであり、アルゼンチンを独自でこれらの技術を開発した8番目の、 国家ならしめたことで、航空市場で特筆すべき機体と考えられている、開始当初からこのプロジェクトを運命づけていた者は、国が崩壊しつつある時に、愛国者熱を利用していた堕落した政治システムの、企みであった。プルキー・イーのような、軍事力の露骨で強大なシンボルの構築を中心に、据えて、アルゼンチンをラテン・アメカの強国に押し上げるという、ペロンの夢は、 近年のドキュメンタリー映画でこう描かれている。プルキーを製造するという破天荒な冒険は、その他数多くのドンキホーテ的なプロジェクトを代表している発展途上国の主工業とは、先進国の工業製品と典型的な発展途上国の職人技の中間領域である。プルキー E プロジェクトにまで遡る明確な長期的な恩恵は、 アルゼンチンの航空産業の方がを生み出したことであった。これは現在では再編されてとなっている。数十年の間ベノスアイレスの国立航空博物館に野外展示されていた後、現在最後の試作機、プルキー E プロジェクトの現存する唯一の機体は基地にあるアルゼンチン空軍の博物館にオリナルの塗装と標識を施されて所蔵、展示され、 アイアイ、27プルキーアイと共に、失われた夢の先駆者の姿を忍ばせている。試作3予防機プルッキー、プルッキー &IA-3748、武装。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。